さんこんにちは、スミノフです。今日はね、料理3回目ということで、今日は豚肉を使った料理をご紹介していきたいと思います。用意するものは豚肉とシソと、千切りキャベツ、そしてメイントマトで、まあなくてもいいです。大根おろしと、まあシソの代わりにバジルでも大丈夫です。いや、バジルの代わりにシソの方が使うよな。シソの方が使うよな、多分はい、ということでやっていきたいと思います。まずタレ作りです。タレはね、もう恒例のトップバリューニンニクでございます。これをね入れていただいて、今日はねニンニク多め、ちょっと入れすぎたんじゃないかっていうぐらい入れてますけど、そこに焼肉のタレ入れます。もう今日はねスタミナをつけたいので焼肉のタレ入れまして、ちょっと豚肉邪魔だな豚肉が邪魔だと言って、でこのタレのところにポン酢今度入れます。でこれが、タレになるわけですけども、ここでねもしあるんであれば、この、クレイジーソルトみたいな香りミックスのやつを入れといてください。ちょびっとでいいです。風味付けぐらいな感じで、で、これを混ぜておきます。でちょっと、ニンニクが混ざりましたら、今度みりんをちょっと入れます。ちょびっとっていう感じ。もう適量です。これはもう本当にね、動画を見ながら何 cc とかを私は全然測らないんで、はい、タイミングよくやってくださいっていう感じなんですけど、あ、美味しい。で、次材料の下ごしらえに入ります。でちょっとこちらに置かせてもらうよ。で、今回はまずトマトをですね切ります。ヘタはね後で切り落とすとして、このトマトって今こういう線が入ってますけど、その線に沿う形で1回2回3回4回と8等分になりますね。8等分で、こっちもちょっと待ってよ、1回2回3回ってこう雑に切っちゃうんですけど、まあこんな感じでいいですかね。でヘタを落としていきます。ものすごく今日はお昼間にやってるので明るさが全然あれですね、違いますね。でなんかね喋りが、これもここがヘタかな、ヘタは取っとくべきなんですけど、皮はねつけたままです。でここのヘタはちょっと皮についてる部分取っときましょうね。はい、もうザ男の料理みたいな感じになってますけども、はい。でもう一個の方もねやっていきましょうか。こちらも、はい、なんかみんなは美味しい美味しいって言ってくれるんですけどね、でも適当に切ってるじゃねえかって話なんですけど、もう本当にこの調理手順に関してはど素人に近いので、はい、これでよく美味しい料理が作れるよねって自分ではいつも思ってます。で次キャベツはセブンイレブンで買ってきたキャベツです。どこのキャベツ使ってもうても、自分で切っても構わないんですけど、で次が本日限りで480円で 300g の豚肉買ってきました。もうねスーパー王子っていうことなんですけど肉がね新鮮でねこよなく美味しいっていうところなんですよ。尼崎に来た一人暮らし始めるならぜひ一回行ってみてください。で今回は豚肉のバラ肉、お好み焼き用でしたっけね、スライスを作ります。でこういう感じ、キャベツをねちょっとこう土台に引いて、でバジル乗せてぐるっと回していきます。これで、で豚肉の繊維で今固まってるのでこんな感じかな、これを作っていきます。で
作ったやつはね、実はここにトレイがあるので、そこに置いていきましょう。危ないね、包丁。もう手順が悪いから。手順が悪かったらね、もう本当に、何してんのっていうぐらい私は。もう何も言うの予想。で、これも早送りで、早送りはしないんですけど。まあ、手順なんでもいいです。もうあの自分の好きな感じでトッピングしていってください。こういう感じで、トマトの肉巻きですね。キャベツはね、あのお腹にも優しいし。で、この豚肉の脂分とトマトの、リコピン成分がですね、引き立てるということでね、油がトマトを引き立ててくれるので。で、シソの分も作ってみましょう。あ、バジルもう一枚残ったわ。で、こんな感じで。よいしょ。よいしょ、くる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 って感じですね。で、シソ分はね、シソはでかいんですけど、まあ半分に切るなら切ってもいいです。切るとしたらこのシソの真ん中分をここに線あるじゃないですか、ここをスーってやったら切れちゃうので、横に切ってもいいんですけど、こっちの方が見栄えいいような気はするのでね。で、シソの分も作っていきましょう。ここで大根は大根おろしにしようと思ったんですけど、時間の関係上焼いてる時にやります。で、大根おろしするボールがないな、ちょっと待って。パニック、パニックです。で、ここのこれに塩コショウかけときます。もう表面だけでいいです。で、このなんかキャベツのヘタがいっぱいついてるけど、それ取って、で、これに油は入れません。油入れずに火をつけていただいて、で、熱しが出たら焼きに入ります。まあ、でも不安な人は、鍋がひっつくんだけどっていう人はあれしてください、油入れてください。で、もうそろそろいいかなと思うんですけど、この時にここのヘタの部分を入れていくといいですかね。ヘタっていうか巻いた分の付け根みたい、この部分分かる。で、こんな感じで焼いていきます。またもや鍋小さいぞっていう感じなんですけど、これは後で私は焼きます。で、これはシソ分しかねえじゃんみたいな感じなんですけど、バジル分ちょっと入れよう。で、この焼いてる間に、焼いてる間って早いんだよ、皆さんも。中火です。意外と中火でもいけます。ここくるくる回しておきます。うまそう、うまそうです。待ってね。無言になっております。こうやってくるくる回しながら焼いていってるんですけども、弱火に設定したら今度大根おろしの方に入ります。大根おろしはね、手ぶらでこぼしていきます。わかる、わかる、見せようか。
ちょっと重いよ。ごめんよ。ちょっと。こんな感じで入れていきます。ちょっとしなびた大根だからあれなんだけど。で、次はこの大根をすります。スライスしてもうた。ボンミスです。これぐらいですからね。よいしょ。これは後でまた使います。で、もう15分になってるね。これをまたくるんと回していきます。こんな感じで焼いています。で、結局ね、豚からこう油が出てくるのでね、ゆっくり焼きたい人は時間をかけて焼いてください。ちょっと急いでます。すごい湯気出てきたね。大丈夫かい。温度が上がりすぎるので、ちょっと注意も必要です。お、割れてきた。だって肉巻きね、割れたりするので、それも気をつけてください。とのこと。あんまり自信がなかったら、こう爪楊枝でぶっ刺してやってもいいと思います。で、ここでちょっとかけます、タレを。で、染み込ませます。1個失敗したな。分解しだしたぞって感じなんですけど、はい、ここに先ほどのしその葉を、しその葉とキャベツをね、余ったやつをこうやって乗せておきます。そうしましたら、ここにできたやつを、はい、火を止めて乗せていきます。これ怖いわ。これでトマトの肉巻きの完成です。美味しそうですね。はい、こんな感じになりましたので、完成です。じゃあこれをね、食べていきましょう。で、こうやって今トマトの肉巻きを完成させたんですけど、忘れてました。大根おろしをなんでそこにあんのに忘れんのって感じなんですけど、こうやってのせます。で、先ほどのこのここのタレをね、かけます。軽くで、で、豚肉とかにもかけてください。危ねえな、ちょっと。こんな感じで軽くかけたら出来上がりです。どうですかね、美味しそうでしょ。はい、夏にはぴったりの豚肉のトマト巻きということでね、はい、ご紹介させていただきます。それでは食しましょう。はい、こんな感じになっております。美味しそうでしょう。これね、普通にトマトの酸味と大根おろしのさっぱり加減が普通に美味しいです。私も今1個食べてみましょう。お箸を
この大根おろしをねちょっと乗せてあるんですけど、これをいただきましょう。いただきます。ほんま、あのトマトの酸味と豚肉がすごい調和されてね、あのまろやかですね。あのぜひ皆さんもこの豚肉のトマト巻き作ってみてください。美味しいんで。以上、スミノフ料理でした。バイバイ。